皆さん、こんにちは。ワナルーリビジです。では、今回は、低等級の決断スリープアップキット、PC 版、霊凍機械戦の続きを行っていきます。前回はですね、これまでの戦いの反省点を生かした作戦ということで、まず、霊凍に対しては、ピストン輸送作戦で、マニラと霊凍の間を往復して、とにかく物資と陸戦隊が枯渇しないように霊凍を支援し続けるという作戦が一つと、あとですね、マニラ・ダバオには、護衛機をこれまでより多く入れて、護衛機でしっかり守った状態で敵の空母を狙うという作戦を行いました。まあ、その分、ダバオ・マニラの攻撃力は落ちるんですが、ダバオ・マニラの航空兵力が壊滅するという事態は避けられています。で、敵の艦隊の直縁を減らしたら、目などタウタウ、そして台湾から、一式立港で敵の空母を狙うと。いう作戦になります。では続き始めていきましょう。まずですね、今夜のうちに潜水艦隊出撃させます。この夜の間に敵の空母に忍び寄りということですね。ヤマトも肉薄してます。この状況で敵の空母を少しでも減らしておきたいですね。ではマニラからの空撃、ここは敵の戦艦にとどめを刺しましょう。数は少ないので戦果が出るかどうかは微妙ですけどね。まあ、ここもですね、夜離発着可能な戦力が整ってくれば戦えるようになるかなとは思うんですけどね。ダバオの攻撃隊、これもどれほど入れるかですね。26機だったらレイテの方を攻撃しましょう。レイテに入ってきている敵の陸戦隊を叩きます。まあ、夜のうちはこれがいいかもしれないですね。無理に敵の艦隊に攻撃を仕掛けて空振りにあったり反撃にあったりするぐらいであれば、レイテに上陸してきた敵の陸戦隊を仕留める方がいいかもしれません。潜水艦隊と敵の空母部隊の交戦です。ここは潜水艦にダメージが出ましたね。3隻撃沈されてます。マニラに入っている小沢艦隊をいつ出すかというのもね、ポイントにはなってくるかなと思うんですが、第3艦隊の方は補充をしてこの後レイテに向かってもらいましょう。ペリリューの基地攻撃隊、これも敵の艦隊に当たれるかどうかですね。35機、これだったらレイテを先に救いましょう。少しずつ少しずつ削っておく。で、夜が明けたらダバオ・マニラの航空隊で敵の空母の直縁を潰します。トラックで物資が欠乏か。トラックも陥落するかもしれないですね、この状況だと。まあ、ただレイテを守ってからじゃないとね、先の作戦進められないので、ここはまずレイテをしっかり守るというのを優先しましょう。敵の第3艦隊ですね、空母5戦艦に、これがレイテに入ってますね。仕留められるかどうか。届くんだったら敵の艦隊、これに追撃になるか。追撃になるんだったら先に手短にいる艦隊を潰しましょう。これアメリカ軍の第9艦隊の可能性がありますね。では戦っていきます。はい、アメリカ軍の第2艦隊でした。空母1隻を撃沈、空母1隻を中大破、巡洋艦1隻を撃沈、駆逐艦5隻撃沈してます。もう夜が明けてくるので、ここから先は敵の空襲にさらされるという状況になりますね。で、第4補給艦隊が敵の空母の攻撃を受けます。これ第2艦隊ですね、おそらく敵の。そうですね、壊滅。これでピストン輸送の一つが
やられてしまいましたね。さあ、高雄から、台湾からの攻撃隊です。これどこ狙えるかですね。日中になってるので、ここは石切子150機を投入するかどうかという局面。敵の艦隊。まず空母3、空母5のこの艦隊を狙うのは自殺行為だな。であれば、ちょっと数が不明ですが、こっちの艦隊に全機出撃していきましょう。これで敵の艦隊がまずどれほどの戦力かというのをね、見極めていきましょう。150機なので5編成にして各隊30機で攻撃を行っていきましょう。これアメリカ軍の第4艦隊でした。アメリカ軍の第4艦隊の方には空母が4、戦艦が2という戦力です。もう本当にアメリカ軍、空母どんだけ投入してくるんだっていうね、そういう状況ですね。ただここでも、ある程度敵の直面をね、減らすことができましたので、ここから先も同じような戦略で戦っていきます。マニラの基地航空隊。ここがとても重要ですね。空母5、戦艦2のこの艦隊。これはアメリカ軍の第3艦隊の可能性があります。ここに253機。これで潰しにかかりましょう。全機出撃です。8編成で行きましょうか。各隊。まあ、30機前後で編成します。あと、レイテが少し心配ですね。はい。敵の直縁半分打ち取っています。あとは、持ってくれるかどうかだな。先に、どうだろう、レイテに入った敵の戦力を潰しますか、ここは。これでアメリカ軍の進行隊を撃滅しました。まだまだ上陸してくるとは思いますので、続々この後後続で攻撃を仕掛けていきます。潜水艦隊の交戦。壊滅。アメリカ軍の第4艦隊。空母4、戦艦2の艦隊ですね。では、ダバオの攻撃隊です。これは、空母3を潰しに行きましょう。156機。ここまでこの作戦、割とハマってはいるので、このまま行きたいんですが、レイテが持つかどうかが、まあ唯一心配な点ですね。はい。ここでもアメリカ軍の空母、第2艦隊から1隻を撃沈。さらに、空母1隻を中大破させています。味方の損害は非常に軽微。これでアメリカ軍の第2艦隊の上空直縁もだいぶ減らしてますね。レイテが持ってくれれば勝機がある。そういう状況です。はい。では、タウイタウイの攻撃隊ですね。ここも石切港しかいないところになるんですが、ここは攻め時と見てですね、アメリカ軍の空母2がいる艦隊、ここに空襲をかけます。はい。巡洋艦1隻を撃沈。空母1隻も大破させたので、残っているのが空母1隻。まあ、しかも、敵の直縁も潰してありますので、これで我々の方がだいぶ有利にね、戦える状態が作り出せつつあります。さらに、これをペリリューの基地航空隊で攻撃していきましょう。もうここは自動選択でお任せにしていきます。敵の直縁を一機上がってたんですね。これを撃破。ここまで来れば、空戦もね、自操作しなくてもある程度有利に戦えると思いますので、サクサク進めていきましょう。もうね、こういう状況に作り出せるとは思えなかったですけど、まあ、順調に来てますね。砲撃で敵の空母5、戦艦2。これ潰せたらでかいな。これこそ第3艦隊かな。潰しましょう。
潰したアメリカ軍の第三艦隊。これ、空母4隻を撃沈、巡洋艦2隻を撃沈。この戦い、勝てそうな感じがしてきましたね。もう海戦とか空戦も CPU 任せにしてしまったので、味方の損害がちょっと確認できてないので確認します。味方の損害は、アタゴ1隻。これが中波ですね。ヤマト武蔵は健在です。問題ありません。これなら戦えるな。続いて、台湾の攻撃隊ですが、ここは前回出撃してますので攻撃を中止していきます。あとは敵の艦隊をね、しっかり駆逐していきましょう。ここまで来れば小沢艦隊も出撃させましょう。小沢艦隊の方はすでに航空機満載状態なので、いよいよ攻撃に打って出ましょう。で、第10艦隊ですね。これはダメージを負った上に航空機の補充が終わっていないので、台湾で待機させます。ここだな。第3補給艦隊が生き残れるかどうか。残った。これが残ってくれて、レイテに入れれば勝てる。第5艦隊の方もですね、この後戻しましょう。戻すというのは、レイテに。レイテに戻ってもらって、しっかりと、レイテに、陸戦隊を陸揚げしてもらいましょうか。ヤマトだけで今、フィリピン沖支えている状態なので、これに小沢艦隊が入ってくれれば、艦隊戦力でもね、互角に戦える状態に持ち込める可能性があるので、しっかりやりましょう。サペリ流の基地攻撃隊。これで敵の艦隊にとどめを刺す。5機。5機だとちょっと攻撃出れないよね。さっき出撃させたら、次のターンはね、出撃できないですからね、数は揃えては。小沢艦隊もマニラを出撃。これで敵の艦隊を狙いましょう。レイテの方も、ある程度安心できる状態にはなってきましたね。では、小沢艦隊。夜間になっているので空撃隊は出れず。この夜間の間に、残っている敵の艦隊、空母に、これを撃沈しておきます。ヤマト、武蔵の艦隊ですね。敵がこれ撤退行動に入っているんじゃないかな、もしかしたら。そしたら次のね、戦いをどうしていくかという意味で、狙いをちょっと考えておきたいですよね。もちろん、引き上げた航空隊をある程度元に戻していくっていうことも大事にはなってくるので、そういうことをね、しっかりやっていかなきゃいけないんですが、アメリカ軍のこれ第4艦隊はまだまだ元気ですね。空母4、戦艦に。で、ヤマト武蔵に敵の空襲。空母6、第7艦隊か。まだまだいっぱいいるな。第7艦隊の空母6というのは脅威ですね。まず敵の位置を発見しないといけないんですが、敵の位置をしっかり発見できていないので、これも注意が必要だな。アメリカ軍の第8艦隊。ここにも空母6。いや、本当に先が見えたのかなと思ったら、まだまだ敵の艦隊、数が多い。無傷の艦隊だけでも第7、第8。66の空母で12空母ですね。護衛空母という可能性もありますけど、それにしても空母と脅威というのはありますからね。
戦艦部隊ですね。アメリカ軍の第6艦隊は戦艦部隊。ここで戦艦同士の打ち合いで戦艦1隻撃沈されてます。確認しておきましょう。大和武蔵は健在。夜が明けたら敵のね、位置を確認して攻撃に移りましょう。補給艦隊これ逃れてくれるか。よし、このままなんとかねレイテに入ってほしいですね。さあ敵の艦隊発見してます。夜も明けてますので空撃して仕留めておきましょう。まあ、大した数はいないと思います。小沢艦隊から合計136機もお任せしちゃいます。これでアメリカ軍の第5艦隊名実ともに壊滅させましたね。戦艦を撃沈。さらに敵の艦隊発見、これは追撃戦に入りましょう。空母2、この艦隊も沈められれば残っている艦隊の数を少しずつね減らしていきます。敵の直縁がだいぶ減ってると思うので、もうここも自動選択でいきます。空母2を撃沈。これでアメリカ軍の第2艦隊も壊滅させましたね。アメリカ軍の第2第5艦隊を壊滅。いや、こんなに淡々とプレイできる状況までだいぶ楽になりましたね。本当にきつかったけど、敵の艦隊にとどめを刺す。でここに敵の艦隊、これマニラを狙ってきてるのかな。ちょっと謎の行動ですね。敵の艦隊この洋上にいる艦隊ですね。ここに232機全機出撃。これでアメリカ軍の第2艦隊の駆逐艦を1隻撃沈。どうなってるんだろうな。第7、第8の艦隊を発見したいんですけどね。この艦隊、空母6できてる。この艦隊の場所を確認したい。どこにいるんだろう。まあ、1個は 0.2 肉付け。肉付けじゃないね。横付けされてますね。空母4、戦艦2の艦隊です。これアメリカ軍の第4艦隊かな。全機出撃させます。そうだね、アメリカ軍第4艦隊。直縁を全部減らしたので、次からは意識立港の部隊で、護衛機なしで攻撃できますね。アメリカ軍の第4艦隊です。で、アメリカ軍の第8艦隊だよね。アメリカ軍の第7、第8の艦隊に空母が66入っていたので、ここを早く見つけてあげないと心配かな。まあ、まだね、朝という段階なので、しっかりとここは、空母による攻撃を防ぎつつ、味方の航空隊で攻撃をしていきましょう。アメリカ軍の第6艦隊、これは戦艦部隊ですね。これと交戦してます。2隻を撃沈。第5艦隊はすれ違いざまに敵の艦隊に砲撃を加えて進んでいきましょう。タウイタウイの攻撃隊、これはアメリカ軍の第4艦隊ね、先ほどあの直縁をすり減らした敵の艦隊を攻撃したかったんですがロストしてます。であればこちらの艦隊、空母4戦艦に、ここにタウイタウイの攻撃隊を出すのかどうかという判断ですよね。空母4戦艦に、数だけ見ればこれアメリカ軍の第4艦隊と同じ数なんで、さっきすり減らした艦隊の可能性が高いのでここに攻撃をかけましょう。敵の直縁の数は少ない。そうですね、
第三補給部隊はこのままレイテに入った。入ってくれた。これで補給する。よし、レイテは守りきれそうだな。これならブッシュは全部下ろしましょう。これだと陸戦隊が余ってる状態ですからね。では大沢艦隊です。これ空撃仕掛けていきます。敵の艦隊数が少ない。敵の艦隊ではなくてアメリカ軍の第4艦隊に空撃を仕掛けます。29機だったら無理させる必要はないかな。もう一回日が沈む前に攻撃できるんじゃないかなとは思います。アメリカ軍の第6艦隊、これ戦艦部隊ですね。ここに攻撃仕掛けたかったんですが届かないですね。では台湾からの攻撃隊です。これは出れるでしょう。7機か。7機だと出ても意味はないので待機。雨が降ってますね今、だから出れなかったんだな。目などの方は晴れてるのでちゃんと空撃できますね。3機か。それでも3機。ちょっと距離が足りないのかな。マニラの基地航空隊、これはアメリカ軍の第4艦隊を総攻撃します。直縁の数を減らし空母2隻を中退派。戦艦同士の打ち合いですね。アメリカ軍の、戦艦じゃない。敵の空母だ。第7艦隊。こんなところにいたのか。2隻を撃沈してますね。であれば、これ、撃沈しておきましょう。戦艦同士の打ち合い、お互いにダメージを与えることができなかったという形ですね。ただこれ戦艦同士の打ち合いだと思ってたところ、アメリカ軍は空母ですね、第7第8の空母艦隊少しずつダメージを与えているという状況ですね。では第5艦隊はすれ違いざまに敵の艦隊を砲撃してレイテに向かってもらいます。ベリリューの基地航空隊の攻撃、これもアメリカ軍の艦隊を狙いましょう。思った成果が出てないのは何なんだろうね。やっぱり自分で操作した方が確実かな。で、アメリカ軍の第6艦隊、戦艦艦隊ですね。この戦艦を壊滅させました。これでアメリカ軍の第6艦隊の脅威もなくなりましたね。では、時間を進めていきます。はい。では、夜が明けてですね、小沢艦隊が敵の艦隊を捕捉しています。数がちょっと多いですね。134機全機出撃させていきます。そうですね、敵の空母2隻を撃沈。直縁機も減らしました。アメリカ軍の第4艦隊、第2艦隊はここで一度燃料切れですね。レイテによって回復させましょう。できればね、敵の艦隊の追撃を行いたかったんですが、ここは燃料が切れるので一度レイテに戻しましょう。はい、では敵の艦隊を捕捉しています。マニラの基地航空隊で敵の艦隊を空撃していきましょう。全248機、
ちょっと待ってね。これコンピューター任せにすると戦果がいまいちなので、振り分けからやっておきましょうか。8編隊に分けて出撃させます。まあ、敵の艦隊規模がわからないんですけども、この248機マニラの航空隊多分一番規模が大きいので、これでね、大ダメージを期待したいと思います。はい。巡洋艦3隻撃沈アメリカ軍の第6艦隊。これもともと戦艦部隊だった艦隊ですね。ちょっと待ってね。今さ、クレーに上陸を許している？なんか見過ごせない状況でしたね、今。ダバオの航空隊が敵の艦隊と交戦です。これも、8編成に分けて出撃。任せちゃいましょう。アメリカ軍第4艦隊。気になるのがクレ。クレで今なんか陸戦が行われていたような気配があるんだけど。大丈夫だね。ちょっとドキッとしましたね。ここで敵の空母3隻を撃沈。いや、よくやってくれてるのはヤマトも、武蔵も。このまま、ヤマト、武蔵健在のままレイテに戻ってもらいたいですね。レイテに戻すよりダバオとかに戻した方が安全かな。もしくは、ちょっとドックがあるところに戻した方がいいかもしれない。観光施設があるところがいいですよね。そうすると、高尾まで戻すか。ダバオでも、まあいいのかな。マニラにしましょうか。そうだね。レイテ基地に入って、燃料補給してからじゃないと話にならないですね。メダの基地航空隊ですね。ビアクから敵の航空隊です。敵の攻撃がレイテから周辺に移ってきている感じはしますが、アメリカ軍の第6艦隊を壊滅。ペリリューの基地航空隊が敵を発見しているのは、これ32機いるって結構な編成ですね。117機全機出撃させていきましょう。4編隊に分けて、各航空隊、30機前後という編成ですね。敵の直縁はゼロ。アメリカ軍の第4艦隊、空母に戦艦位置ですね。いや、これアメリカ軍の太平洋艦隊をほぼ壊滅させることができれば、逆にね、こちらが攻撃する反撃のチャンスになるかなとも思います。まあそういう意味でですね、第5艦隊は今トラックに補給に向けて出撃させています。トラックでね、なんとか敵を食い止めるという動きを見せたいがためです。では、小沢艦隊が敵の空母艦隊。補足してますので、これに空撃を仕掛けていきます。127機全機出撃です。形勢は完全に逆転してます。ここは敵の艦隊を沈めておきましょう。はい、敵の部隊壊滅させました。まあ、自走車した方が確実性はやっぱり高いですね。まあかなり面倒くさくはなるんですけど、まあ自走車するか、もう完全にスキップするかは状況を見て、これからも決めていきます。はい。というところでですね、ちょっと長くなってきましたので、今回はここまでにさせていただきたいと思いますが、レイテ沖海戦は完全に勝利できたと思うので、この後、このままですね、キャンペーンモードに移行したいと思います。レイテからの逆襲っていうね、サブタイトル
がようやく、ここから始まっていくというところになります。次の作戦目標とかもね、考えておきたいと思いますので、ぜひ皆さんもこれから応援よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。